皆さんこんにちは。東海学生サッカーリーグ後期第1節名古屋経済大学戦をお送りいたします。実況は私永瀬裕也が、解説は門脇がお送りします。さあお願いします。お願いします。この試合特殊だったんですよね。特殊でしたね。大変期間来ましたから。前半は8月の終わり、後半は10月の終わりと。そうですね。景色の移り変わりなどにもご覧して注目していただけたら面白いかなと思います。選手もなかなかバラッと変わりますんでね、それも都度、ご紹介できたらと思います。さあ前半開始です。見ていきましょう。前半開始です。静岡大学ボールのキックオフです。まだ緑が青々してますね。青々としてますね。本当だ。これが8月の終わりの静岡大学です。会場はどちらも静岡大学で開催されました。さあここは大阪クリア。さあ前半4分、斉藤のパントキック、これが裏を抜けます。抜けませんでした。逆に跳ね返されますが、ここ大阪素晴らしいですね。そしてここ裏に抜けてくるのを白石。さあキーパーと1対1。おっと、おファーストシュートは決まらず。ナイスキーパーでしたね。キーパー触ってました。触ってました。ああだとしたらナイスキーパーですね。前半16分、これ嫌な位置での、相手のフリーキックと。義強にこの位置でやられてますよね。おっと事故。不運と言ったら不運ですが、こういう失点を減らしていかないと、まあ、なかなか厳しい部分があると。そうですね。さあ、左サイドのスローイン、8月の頭、金子今シーズンデビュー戦ですね。怪我から復帰して、はい、復帰したのが21番金子でした。今のスローはですね。さあコーナーキックで静岡大学。さあ何が来るでしょうか。おっとショートコーナーフリック。おお、いいですね。形ありますね。そうですね。右コーナー武器なんで。これ武器ですね。あんま武器とか言わない方がいいですね。あ、そうですね。さあここ収めたい。しかしボールにアタックできず。おっと何がありました。今つかりましたね。さあ突破されます。左からクロス、歌舞伎。これは何とも言えないですね。頑張って足伸ばしてたんですけどね、まあ、仕方ないです、ね、ちょっと絡まっちゃいましたね、気持ちが、ね、歌舞伎もまだこの時は公式戦センターバック2試合目とかですか。そう、そんな感じですね。そんな感じですよね。さあ前半終了です。さあ後半見ていきましょう。一気に、もみじ変わりました。一気に、葉っぱの色が赤く黄色くなりました。エンドが変わって後半、これは10月の終わりです。さあ後半2分、右サイドポケット。こんだけ期間が空くと選手も変わるもので、20番井村、24番増田光大、途中変わって入ってます。ハーフタイムで交代ですね。さあここで打っていったのが24番増田光大、右サイドバックでの出場。さあ柴原がプレッシャーをかけます。ここも24番増田光大が弾いて、井村縦パスをつけ、これは引っ掛けありました。さあ相手の10番がボールを持ちます。ロングシュート、これどうなる。あ、入っちゃった。これうまかったですね。これうまかったですね。ちゃんとキーパーの位置見てましたね。見てましたね。いや、この距離正確に枠内に飛ばせるのすごいですよね。さあこれもフリックしますが、おっとこれも引っかかります。さあ相手選手いい状態でボールを持ちます。さあ前向きで運んできます。縦パス、いいボールだ。この16強かったですね。体すごい突破。さあすごい突破していきます。ナイスキーパー、キーパー。さあクリアします。さあ後半17分です。さあ相手の左センターバックから縦パスを引っ掛けました。ナイスナイス。さあ白石が持ち込みます。白石が持ち込んで3人に囲まれますが、なんとかボールをキープして流れた。さあ小杉です。小杉いい右足、これもまたインサイドですか。インサイドです。インサイド3点目ですね。素晴らしい。インサイド小杉ですね。アウトサイド小杉置いてみたいですね。さあ相手のコーナーキックです。おっとこれはでかい人の手に当たりましたね。ハンドですね。けどこれちょっとプッシュの逆のファウルもちょっと見てほしかったですよね。そうですね。まあ審判の判定にはね覆らない部分がありますね。頑張れ斉藤。コース読んでたんですけどね。
惜しかったです。斉藤いつもコース読んでるんですけどね。そうなんですよ、あとちょっとなんですよね。さあ後半36分、さあ左で門脇が持ちます。さあクロス入りますがブロック、さあ相手のカウンターになります。ナイスディオスか、おっとこれまた16に当たります。球際が強いですよ ね、こういうところ。相手に当たってもマイボール、ちゃんと前にこぼす。でこれがなぜかまた相手のところにこぼれるんですね。さあ打たれた、決まりました。不運なゴールですね。不運なんですね。1号さあなかなか重苦しい展開となってきました。斉藤こけましたね。大塚ナイスタッチ、うまい。さあ杉山につけて大塚もオーバーラップしてきます。インサイドには増田、さあ3人関わっていきます。右サイド、さあ大塚ボール上げた、白石スーパードロップ、ナイストロップ、あーいいシュートだ、うまいうまい。いや白石持ち味出ましたね。ゴール前の強さ、ね、トラップの巧みさ、意外性持ってますね白石。さあインターセプト歌舞伎、潰されますがこれプレーオンです。さあ左サイド持ち込みます、白石についた、さあ抜けてきた、いや門脇決めました。素晴らしい、もうずっとランニングしましたね。頑張りました、ナイス。さああと少し攻め切りたい。交代選手抜けてきた、竹之内かける、あーん、惜しい。ここで試合終了です。応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。